百獣の王は、正しく心身マーケッターさん。百獣の王は誠実性の王ですね。毎度本当に感謝しながら配信を聞いています。今日はライブ聞けてよかった。バーピーを始めたのですが、ワンポイントアドバイスください。バーピーは、まあ、二種類おすすめなんだけど、こう、パンパンパンってこう、まあ、こうしゃがんで、平伏して、もう一回起き上がって上に上がるんだけど、そのジャンプを最大限の高さにジャンプするバーピーと、ジャンプは低くてもいいからちょっと体を浮かすので最高速でバーピーをするっていう、この二つやっとけば、運動に対する能力は確実に何か上がっていくんで、最大のジャンプをするバーピーと、だから一回の高さが一番高くて時間が長くなるバーピーと最速のバーピーっていう、この両方、速さ、そして高さ、この2つにフォーカスしたバーピーをぜひやってみてください。確実に身体能力が伸びる。勝ちたかったら登録しとけ。